です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。これはですね、年末に鹿沼をお引越しまして、インテリアとかも断捨離して一からお部屋を作り直したので、人生初のルームツアーやっていこうと思います。ちょっと初めてなので見にくかったらごめんなさい。4月から新生活始まるよって方もいると思いますし、家具選びとか収納何かしら参考になったらいいなと思います。それでは早速始めていきましょう。本日もゆっくり鹿沼でお過ごしください。玄関にやってきました。ちょっと初めてのルームツアーなので見にくかったら本当にごめんなさい。ちょっと分かりやすくね映せるように頑張りたいと思います。玄関はこんな感じでめちゃくちゃ広いです。そして床がね、あの大理石なのかな、石みたいな感じで区切りがないので、まあ、2個目のタイルぐらいを土足で OK ってことにしてます。でこのラグはね確か Amazon で買った、ちょっとぐちゃぐちゃですがビニール傘と折りたたみ日傘、そしてサンバリアの最強の日傘で、これタリーズとねハリーポッターのコラボで買ったエコバッグ、お買い物行く時にここでサッと取ってきて、毎回エコバッグ忘れがちなのでここに置いてます。さっきちょうど来た温泉水、あんなとこから引っ越したかった理由の一つがゴキブリだったので、段ボールにねついてたりするから基本的にこっからは部屋に段ボール入れたくない。そしてここがね天井まであるめちゃくちゃ高さのある靴箱があって、めっちゃぎゅうぎゅうにしたらね50足ぐらい入るんじゃないかなって思う。ここに置いてるのは一番よく履く靴たちですかね。ちょっと季節的に夏のものもあったりするんですけど、でこっちにはねブーツが入ってます。ここもね収納があるんですけどまだ何も入れてない。で玄関のディフューザーはドンキで買ったやつなんやけど、これ結構いい匂いでねハマってる。そして玄関にですねお片付けが楽しくなるようなこういう段ボールストッカーを置いてまして、結構仕事とかでね商品届いたりすることが多いので、ここにねすぐに捨てられるように段ボールまとめてます。これ使いやすい、結びやすいし。でちょっとここがウォークインクローゼットなんですけど、あの物置みたいななってて結構汚いんですがお見せします。オープン、あよいしょやばい、一応ちゃんとかけてますよ。で上はねあの物置化してますね。あの辺の段ボールはちょっと早く撤去したいところなんですができてない。ここはねワンピースとか長めのジャケットを置いてて、私収納がすごい苦手なんですけど、苦手な私でもボトムスをねシワなく管理できるこのラックがねすっごいお気に入り。このラックねこんな感じで折りたたんでたくさん収納できるんですけど、上からねこうやってほって取って取り出せるんですよ。こんな感じ、これ実家にもね同じやつ買うぐらい好き。でここにねあのアルミのラックがあるんですけど、これはあの YouTube のルックブックとかで使うので置く場所がなくてここに置いてます。マジで物置か。行き場をね失ったダイソンここに置いてるのと、脚立ですね。基本なんでも一人でやっちゃいたいタイプなので、高いところの物取ったり作業するときはこれ使う。変な感じの物置クローゼットです。そして次がトイレ、ちょっと紹介するまでもないですけど、お気に入りのものがあるので見てください。おトイレです。オープン、じゃじゃん。トイレがねすごいお気に入りなんですよ。この猫のカーペットラグ、これはね私の大好きな猫の途中さんっていうお店で買ったやつ。そしてこの猫ちゃんね、これもねよく私がお買い物するアジア工房で購入しました。ちょっと一人寂しいから2匹。続いてはこちら洗面所でございます。洗面所がねすっごいよくって、鏡もね大きいし、鏡の後ろが収納になってるので、ここをねピロッて開けると、じゃあ汚っ、まあいいや、あのリアルをねお伝えしたいですね。こんな感じで左の下の欄はなんか美顔器を大量に埋め込んでて、でその上が歯磨き系のコーナー、あとメイク落とし。もうねこのフロスないとマジで生きていけない。この2つが私が前に使ってる歯ブラシなんですけど、こっちの歯ブラシはあの通ってる歯医者さんで1本ね前プレゼントしてもらって、そっからハマって買うようになったんですけど、これ配色がねめちゃくちゃ可愛くって、今回ね濃いブラウンと薄ピンクの歯ブラシにしたの。そしてこの尖ったね歯ブラシ、これがあの歯の間とか歯茎のねところまでしっかりと磨いてくれるので、この2つないとね私は眠れません。でこれがディプティックのスクラブハンドソープ、手洗うとねつぶつぶが出てきて洗い心地がすごいいいの。
で、このハンドクリームね、3個セットでいただいたんですけど、手がね、ほんとカサカサしちゃうので、どこでもね、ハンドクリームつけれるように、いろんな部屋に置いてます。これね、全種類ウッド系の香りなので、すっごいいいの。で、これは、視聴者さんにいただいたフレグランス置いてるとこに。で、この収納は確か Amazon か楽天で買ったんですけど、こんな感じでコットンとかヘアゴム入れてます。どこまで紹介したらいいんだろう。で、ここは、あ、汚。こんな感じでコテを入れてて、汚。で、下がね、結構深さがあるので、ドライヤー入れてます。天井ですね。で、洗面所のここの下の棚はこんな感じで。マジでね、この家収納めちゃくちゃ多いのよ。この2段の収納も Amazon で購入したんですけど、シンク下収納にすごい便利だなと思って買ったんですけど、買ってよかった。すぐ取り出せるようにスチーマー。で、ドライヤーにね、30分ぐらい時間かけるので、前の家でね、使ってたドレッサーの椅子をここに持ってきました。はい、こんな感じ、こんな感じでいいんかな。しました。リビングです。リビングで洋服動画を撮ったりするので、もうすぐね移動できるように、あんまりね中心には物置いてない。マジでこの鏡、場所取るんですけど、お家でね宅トレする時とか、この鏡の前でヨガマット引いてするので、モチベ上げのためにはねないとダメ。さあ、リビングの片面から紹介していくんですけど、なんとここにベッドがあります。え、なんでって感じかもしれないんですけど、ちょっとね編集とか集中したい仕事をする部屋にはベッド置いたらだらけちゃうので、ちょっともうリビングに置こうと思ってリビングに置きました。これはね普通に楽天で買ったベッドで、もう全部白。こだわりはねこれなの。これですね、 iPhone の充電器なんですけど、どこのかめっちゃ聞かれるんですが、楽天で買ったブラックなんたらなんたらブラックっていうところで購入しました。結構コードがね見えたりするのが嫌だったので、ここ最近流行っている積み木コード買ってみた。そしてこのベッドカバー可愛いでしょ。なんとカーテンとお揃いなんです。で、今回のお家めちゃくちゃこだわったものの一つにカーテンがありまして、可愛いでしょこのカーテン、めちゃくちゃお気に入り。今まで実家とか一人暮らしをやってきて、カーテン失敗することすごい多かったんですよ。今回購入したのはびっくりカーテンっていう楽天にある通販サイトなんですけど、実際に店舗もあって、組み合わせだったり光のね入り方とかも確認することができるので、失敗したくない方はめちゃくちゃおすすめ。買う前にね部屋の空間が合うか確かめられるように布とかももらえたりするので、失敗しにくいと思います。あと種類がすごい豊富なんと、コットン 100% の生地だったり、洗濯しやすかったり、機能性もねすっごくいいので、ちょっとねカーテンこだわりたいなって方とかはびっくりカーテンおすすめです。で、さっきから持ってるこれがカーテン留めるやつで、すっごい可愛いの。この裏がね磁石になってるので、こんな感じでカーテン留められて、色合いは自然なんですけど形がね個性的なので可愛いなと思って、これお気に入りで、 YouTube とかよく背景に置いてあるこのソファーなんですけど、このソファーは一生手放さない。レトロですごい可愛いの。全部はこんな感じです。めちゃくちゃ大きくってクリームパンみたいです。このソファーは大川にあるクラッシュゲートで購入して、アウトレット品だったので安くでゲットできた。で、これがね私とクラッシュゲートの出会いなんですけど、家具を決めるときにこのソファーがね一番色強いので、このソファーのね色に馴染むように全体の家具を選んだっていう感じですかね。で、今回お引越しするとき用に買ったこのチェアとテーブル、すぐ移動できるしね、座り心地もいいし、他のね家具も邪魔しないし、コーヒーとかね飲むときこんな感じでここで休憩したりします。電気もねちょっとクラシックで可愛いなと思って楽天で購入しました。結構明るいしね、意外と割れないので買ってよかった。そしてリビングの中でも私の大好きなスポットがここです。もうねレコード私すごい大好きで、もうほとんどねもうチェットベイカーばっか流してるんですけど、もうチェットベイカーはもうすっごい甘い声で歌うので、とにかく癒される。もっと吐息のような歌い声なので、結構編集中とかねもう常にお家にいるときは流してる。で、この棚がレコードライフをねより楽しむために楽天で購入したんですけど、こんな感じでレコードをね表に置くことができるので気分上がりますね。このねブルートレインのレコードはお母さんの大好きなレコードで、去年のねクリスマスプレゼントでもらった。そしてこのコールミーバイユアネーム、
これとこれとこの中にレコード入れてて、サウンドオブミュージックの、ね、レコードをプレゼントでもらったので、私の好みが分かりすぎている。ほとんどのレコードが実家にあるので、こっちにあるのは少ないんですけど、基本的にジャズがすごい好きで、一番好きなのはビリー・ホリデーこのソリチュードっていう、このレコードがね好きなんですけど、ちょっともうこういう時にしかねレコード紹介できないので、あとこれめっちゃ聴く、レディー・ガガとトニー・ベネットのコラボアルバム。でこの子がイケアで買った電気、めっちゃ可愛いゴールドで。そしてこのソファーの下に引いてたラグなんですけど、これもね、あの猫の途中で購入したモロッコ、生地をねいっぱい貼り付けて作ったラグみたいなんですけど、これもね猫の途中で購入しました。シンプルなものも可愛いんですけど、やっぱ日常にね色が欲しいなと思って、このカーペットは一目惚れでしたね。またリビングの一角なんですけど、ここでいつもルックブックを撮影してるので、ここは何にも物置かないようにして、もうあれもルックブックの残像というか、使ったやつがそのまま置きっぱなしにされてます。あんまり物増やさないようにねしてる。そしてねこの絵見てください。いつもというか高校生の時から通っている美容室のボタンさんから去年の天気の出版祝いでこのねアートをねプレゼントしてくださったんですよ。やばくない？天気のね表紙を伊佐屋マックスさんに、あの伊佐屋マックスさんに描いていただいたんです。本当にかで、このね鹿のキャラクターはすごい可愛いでしょ。最近 YouTube の下にデータをねいただきまして使用させていただいてるんですけど、このままね置いてる方が可愛いんですけど、大切に保管したいので今あの額縁をね購入して届くのを待ってる状態です。本当に可愛い。ここがリビングのピンクコーナーでございます。下にあるのは前の家で使ってたデスクなんですけど、これすごくない？上がね取り外せてもっと長くなるんですよ。でも収納してこんな感じです。スッキリできるので、この下にね置いてます、物置として。で絵の横にリーナベルちゃんと、さっき洗面所で紹介したハンドクリームのピンク色のものをここに色的に合うかなと思って置いてます。でウェッティが入ってて、このモルカーちゃんかわいい。でこのディフューザーをねちょっと新居祝いとして自分にね購入したんですけど、これがディプティックの本店の香りみたいで、すごいいい香りなの。ここ置いてるだけでね隣の部屋も香っちゃうぐらい充満するというか香りが届くので、これマジ買ってよかった。リビングはこんな感じでした。続いてのお部屋に向かいましょう。せーの、はっ、ルーム2。ここはですね鹿の間のアトリエです。ちょっとおしゃれに行ってみたんですけど、こんな感じでデスクがあって収納があってと。そうです、作業部屋ですね。お仕事とか勉強にね集中できる部屋が欲しかったので作りました。念願です。一番こだわりあるここが、まずここが私がいつも作業するデスクとなっておりまして、デスクもねいろんなとこ見に行って決めたんですけど、これクラッシュゲートで買った、もう全部大革家具ですね。でなんでこれにしたかっていうと、とにかくね幅がめちゃくちゃ広いんですよ。で広いのとすごいシンプルで、この下の棚とかなくしたらここで寝れます。本当にもう寝れるぐらいの広さがあるんですよ。ほらおやすみなさい。まあそんなことはしないんですが、これもセットで購入しました。でこれ何入れてるかっていうと、一番上がめちゃくちゃ浅いんですよ。このメガネケースのね分厚さがギリ入るぐらいでサクッと取れるので、まあ電卓だとかメガネとかハードディスクとか、まあ、ちょっと使うねシールとか付箋入れてます。2段目はねちょっと深さがあるので、ちょっとティッシュとかねあんま見える場所に置きたくないっていう謎のこだわりがありまして、ティッシュ入れてたり、これがねめっちゃおすすめなんやけど、私さあの機材とか結構多いからこんな感じでコードが増えるわけですよ。こんな感じで管理しております。ですぐねあの作業しながら使ったりするので、取り出せるようにデスクに置いてる。であとはまあ電池だとかハサミとかカッターとかがある。ほいで一番下がよいしょ、これはね領収書入れてて財布からすぐ抜いていつもこの中に入れて後で整理するようにしてる。でこの子が筆箱です。よいしょ、これ学生の頃から使ってます。でまっすぐ使うノートとか本とかが入ってる感じかな。未だに私は FP3 級の勉強をしてます。であんまデスクの上は物ないんですけど、お花とでこれ一番使えるんやな、このうさぎちゃんの携帯置き、置くとこんな感じ。これねインスタライブ充電しながらもできるし、まあ、シンプルに可愛いっていうのもあるし、あと YouTube 撮影する時とかに情報をね横で見れるようにいつも置いてます。でこれもねめっちゃお気に入り、露
ロフトで買ったやつなんやけど、これ加湿器なんで水入れたらシューって出てくるの、水が、水とか水蒸気が。だからめっちゃ乾燥しやすい時とか、これ持って過ごす場所、過ごす場所近くに置いてます。コードレスではありません。でまたこちらにも行き別れのハンドクリーム、どの部屋にもねたくさんハンドクリーム置いてたらいつでも保湿できるのでお気に入り。でこれもねめっちゃお気に入りなんやけど、ちょっと充電してるんですけど、これね確か楽天かアマゾンで買った延長コードなんですけど、木製なのでこんな感じでデスクと組み合わせて、コンセントもねインテリア化させてみました。ちょっとあんまコード見えたりするとすっきりしないので、私の小さなこだわりです。でこのブックホルダー、本立てもねクラッシュゲートで購入したんですけど、こんな感じで本を置いてます。音楽聴くときはねヘッドホン使ったりするので、ここにかけてる、これフォロワーさんからねプレゼントでいただいた本なんですけど、で綾瀬はるかさんの本でしょ。でこの売れるコピーライティング単語帳、私国語力めちゃくちゃなくって話すのがすごい苦手なので、こんな感じで単語帳を見ながら一日の動画の話す構成決めたり、結構ねパワーワードとかがあるのでコスメ紹介の時とかねすごい使えるんですよ。そしてデスク横に置いてるこちらのボックスの棚は無印で購入したんですけど、高かったからさ、この引き出し3つしか買ってない。これお気に入りの鹿さんライトです。それぞれね分類分けしていろいろ物入れてるんですけど、一番こっちが案件だったり PR 新作のコスメでこれからね使って試すものたちが入ってます。そしてこっちの棚が全色持っているものだったり、これもね案件でいただいたコスデコシリーズ全部ねレビューしたので、こんな感じで綺麗に収納してます。お店屋さんみたいでワクワクする。そして2段目のこの真ん中の棚がですねアクセサリーを入れてるんですけど、こんな感じで、これねあの中身は無印で購入したそのまま置いちゃってます。結構ね細々したものとかも仕切りがあって分けられるので、物をねなくしやすかったりズボラな私でもちゃんとなくさずに収納できてます。これとかね試供品でいただく香水とか入れてる。でその下がヘアアクセコーナーですね。ちょっと雑になっちゃってるんですけど、こんな感じで YouTube でね撮影するようなちょっと派手なねアクセサリーとかも入ってますが、これもね見るだけでワクワクする収納にしてみました。そして皆さん、なんとコスメ収納が完成しました。もうコスメが収納できないぐらい溢れかえってたんですけど、実家でね使っているクラッシュゲートの薬玉のブラックバージョン、また違ったデザインのものを2つ購入して隣に重ねてます、置いてます。薬棚の全貌こんな感じです。めっちゃ入る。一番上の段はねこんな感じで小口の引き出しになってるんですけど、この2段目からの段がですね大きい引き出しになってるので、コスメ収納はねまた別で動画撮ろうかなと思うんですけど、こんな感じで広々と大量に収納ができるので、やっぱりあの薬棚っていうのは使いやすいですね。でねここで仕切りがあって、こっちからね別の棚になるんですけど、こっちがね大きい収納スペースがついてて、こっち開けるとよいしょこんな感じで、うわちょっと汚い。さっきのね小口の棚ではなく広々と収納できるスペースがあります。下がね大量にポーチしまってて、上の段がちょっと細々したコスメたちを入れ込んでます。細々というか結構あの全色持ってるようなアイテムとかをねここに収納してて、どの色持ってるかとかが把握できるので、このねスペースはすっごい私のお気に入りってな感じです。またリビングと違ってこっちの部屋はレトロ感あるノスタルジーな雰囲気で作りたいなと思ったので、うちもね大好きなアートとか絵を飾ってます。この薬棚の上もねお気に入りの場所なんですけど、エドワード・ホッパーの絵、ホッパーの絵はすごい憧れだったんですけど、普通にロフトでね買えたので嬉しかった。そしてこの絵がですねもう念願の奥田裕太さんの絵でして、2年前かな自分にご褒美で購入しました。見るだけでワクワクする、これも額縁待ちです。そしてねこの横の桜の絵が大切な人からもらったプレゼントで、私誕生花が桜なんですよ。それをね考えて送ってくれたのかな。そしてこちら非常に発光して見づらいですが、ムーミンライトと、今年のねこれも猫の途中さんで購入した猫ちゃんカレンダー、そして大好きなディプティック、オーデサンスとタムダオ、そしてこれもね憧れのレオノール・フィニーの画集なんですけど、いつかねこのアートもゲットしたいんですよね。そして横にはお気に入りのニットなど置いてます。やばい終わらん。そしてこっちにもあの収納があるんですよ。なんとこの家収納めちゃくちゃある。前のお家よりも狭いんですよ。狭いんですけど収納があるので
すごい広々と使えてる。でこっちはあのニットとかコートとかシャツとかブラウスを収納してます。バッグとかめっちゃごちゃごちゃしちゃってるんですけど、こんな感じで収納があってたくさん物が入ります。色分けしてて一番端からカラーもの、真ん中がホワイトベージュ系、一番右がブラック系ですかね。こんな感じで一番下は無印の収納カゴを使って分類分けして、これはね新しいコスメとか、この辺とかはねカメラ系の機材入れたり、これはね手持ち扇風機とかなんかごちゃごちゃしたものを入れてる。ここは黒ずくめなんですけど、下にもね黒のバッグが大量にあるのでまとめた。このハンガー収納もねネットで買ったんですけど、ちっちゃなバッグとかをたくさん入れてます。バッグもね一発で何がどこにあるか分かるように綺麗に収納した。あの塔のカゴがね楽天で買ったんですけど、マトリョーシカみたいな感じで中にいっぱい入ってて、一番小さいのがこれなんですけど、普通に置いててもねポンっておしゃれに決まるのでお気に入り。これはねファンレター入れてるんですけど、いつでも読めるようにここに置いた。この部屋の収納はこんな感じですかね。あとそしてちょっとこれ私のすごいお気に入りの収納があって、これ楽天で買ったランドリーラップ、多分洗濯物用のカゴなんですけど、こんな感じでタイヤがついてて、これがねすっごいいい感じにヨガマットとかこのフォームローラーとかがねすっきり入るので、お家で宅トレしてる方めちゃくちゃおすすめです。結構さヨガマットって収納難しかったりするじゃないですか。それをねおしゃれにすっきり収納できるから、これはねちょっと我ながらいいアイディアだなと思いました。筋膜ローラーとかもここにスポッと入れるので、いい感じにね収納できるのスポイトで、あとはこのカーテンもびっくりカーテンで買って、ちょっとクラシックで、で壁がね黒なので黒に合わせて暗い色にしてみた。よくね質問くるこのカーペットなんですけど、このカーペットがウィリアム・モリスのフルーツっていうデザインのカーペットでして、これもねもう一人暮らし初期の頃に購入してずっと使ってます。楽天で買いました。2色あります、グリーンと。そしてねすごい質問くるのがこのオフィスチェア、これもね赤家具で購入しました。前までねゲーミングチェア使って編集とかしてたんですけど、今回のお部屋とはちょっとテイストが合わなかったので手放しました。という感じでこちらの大好きなアトリエ、アトリエって言ったら少しおしゃれすぎるな、作業部屋は以上です。そしたらですね最後に軽くキッチンを紹介したいと思います。ちょっとキッチン恥ずかしいのであんま紹介したくないんですけど、ちょっと冷蔵庫の横にねラックとか買おうかなと思ったんですけど、特にそんな収納するもの多くないので、前コスメ棚として使ってたニトリの N カラボですね、これがこんな感じでパッカーンと開いて、なんか普通にねキッチンに使えるやんと思ってここに置きました。コスメ収納も買うし手放そうかなって思ったんですけど、このね横がゴミ箱なんですけど、ペットボトルと普通の燃えるゴミで分けてて、並べたらいい感じにね統一感出るやんと思って並べてみました。でコーヒーがねすごい好きなので、こんな感じでホットコーヒー作るときで、アイスコーヒー作るときで、これが私がね永遠にリピし続けている大好きな糸島のさざ波コーヒーの水出しアイスコーヒー、マジで美味しいのよ。このねパックを中に入れて水入れて一晩寝かすだけで美味しいアイスコーヒーができます。そしてこの炭にある黒い棚もですね、これ前から使ってるやつで手放そうかなと思ったけど、いい感じにフィットしたので持ってきました。この辺はねなんかゴミ袋入れてたり、これはなんか大きいなエコバッグみたいなの入れてたり、なんかすぐ取り出せるような生活用品入れてます。そしてキッチンラストお気に入りはですねこちらです。これポンプ式のね入れ物なんですけど、下部分でね色がわかるので、この白い方が石鹸で、こっちのブルーの方は洗剤で、一目でねわかるのでここに置いていつも使ってます。でアザラシちゃんのスポンジで、これが洗い物置きスペース、この上にねまな板とかも置けるぐらい丈夫なので、これもねめちゃくちゃお気に入りです。というわけでルームツアーここで終わりたいと思います。ちゃんと紹介できたかな。まだ鹿沼をね移動して1ヶ月経たないぐらいなので、まだどんどんねお部屋とか物増えていきそうなんですけど、また今度ね別でコスメ収納動画も撮ろうと思うので、ぜひ質問とかあったらぜひコメントに書いていただけると嬉しいです。それでは今日はこれにしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。